総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカーブ33回目となる今大会にもご覧の豪華なかぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに山ちゃんボンバー、そしてあなたのチェロスが準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第3試合、カブトムシゆかり VS ゼットンウォーキー。虫の国からおはようございます。カブトムシゆかりです。さあ初戦ということで、前回なんですけども、前回は足ロギさんに等速の末足で負けたんですよ。まくられてなんでちょっともう今回は甲虫の瞬きバーマースな感じで頑張っていきたいと思うんですけども、対戦相手はゼットン大木さん。私大木さんは2勝1敗で勝ってるんですよ。1回すごい午前中に大差をつけられたトラウマはあるんですけども、その後そのトラウマは払拭したので、今回もそんな感じで大丈夫かなって思ってますので、今回も虫パワー全開で頑張ります。おはようございます、ゼットンウォーキーです。久しぶりのねサイドセブンカップ出動ということで、このジャケットをですねまた着せられてるんですけど、永世チャンピオンということでこのジャケットをいただいてから私連敗してますんで、もう脱いでいいですか。もう恥ずかしいんで、これを脱いで、これがですね多分ね悪魔のジャケットだと思いますんで、今日の対戦相手かぶちゃん、これねいいタイミングでこれを渡しに行こうと思ってます。これを渡すことによってかぶちゃんにね当たりが引けない、私引けるということで、勝ち抜きたいと思います。頑張ります。今回戦いの舞台となるのは東京都港区のゴードン品川店。 JR 品川駅高輪口より徒歩30秒のところにあります。パチンコの設置台数は350台、持ち玉大移動、手玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ1回戦第3試合キックバー。おはようございます。なんか私最近中村さんに軽くあしらわれてる気がするんですよね。なんですかいきなり。いやはい、いやじゃあ今日勝つんで大丈夫です。ちょっとちゃんと中村さんに声かけてもらえるように頑張ります。頑張ってください。お、なんかいい場所、上手。眩しいかな、なんか反射しますよね、窓側すぎると。めっちゃそうですよ、上手が何気に場所が。あっす、こんなん渡されました。これ持ってろくなことないんだよね。サイトセブンカップ初代永世チャンピオンの入場です。これ持って2戦2敗っすよ、勝率0%なので、打つ台が決まったらかぶちゃんにこれを預かっといてって言って渡しに行こうかなと思います。そのうちちょっと当たりを取りに天に来るかもしれないんで、今のうちに見たいかなって思ったんですけど、いや朝はちょっと大木さんなんで、大木さんなんかちょっともう振り幅がすごいじゃないですか。失格か万発かみたいな、私の対戦歴としてはそのイメージなので、もう朝から319いっちゃおう。悪くないじゃん。これ本当かな。だから64で3回、35で1回、30で3回。じゃあ抜けがね、どこまで信用するかですけど、1個ちょっとでも全然勝負になるってことですよね。というわけでゼットン、まずは大のお気に入り天竜からスタートです。じゃあ1台目天竜、抜け自体は1000円で中央はない、あるかないかぐらいだと思うんですけど、まあ少なくとも履歴がまあ良さげなんで、はい、ちょっとここから試していこうと思います。一方のカブトムシは入店直後に目をつけた上手からスタートです。はい、ということで朝一に座ったのは上手再臨ですね。新しい方の上手なんですけど319分の1で各変タイプなんですけど、転落が500.2 分の1であるんで、引いちゃったら終わるのか、刑事と同じような感じなんですけど、いや私トイレ行く時に見ちゃったんですけど、大木さんが電流打ってるんですよ。電流打ってるんで、まあ、最悪6000発以上の出玉は確保しないといけないので、どうだかな、一発朝一とかに当てられたら結構しんどいんですけど。さあこちらは朝一サクッと大当たりをゲットし、カブトムシを慌てさせたいゼットンですが。集団に行ってもいいと思うぞ。31.5 個。両方行こう、両方行こう。欲張っちゃうよ。あ、おい。今日は苦戦しそうだな。ようやく、5の1ですね。多分中も下も寒い寒いなんだと思うんですよね。よし、いった。さあ、来た。本日最初のもうサッカーでいうと、これもうペナルティーエリアですからね。手前にストンと入ってゴールって言おう。ゴールって言わしてくれ。ああ、ゴールって言えず、ゴールならず。バカ者。マイスイス、マイスイス。最初のチャンスを逃してしまったゼットン、3500円を投資したところでライバルの様子を伺いに。あれはなんだ、上手上手ってんだなるほど。もらいました。なんでですか、なんでくれたんですか、なんでくれたの。不可解な行動ですよ。天竜兄さん、天竜兄さん、今天竜おじさんって言いかけたけど、とっさに兄さんに変えましたなんでだよ。実戦スタートから30分が経過。なんとか先制のゴールを決めたい天竜おじさんですが、できれば最初の1枚でね、当ててしまいたいですよね。やっぱいつも言ってるんですけど、1発目と2発目、2発目の当てがいかに早く取れるか、これやっぱ取れないと苦労しますから。連続を言えば午前中の間に2発決めておきたい。今のは綺麗でしたね。今のは本当に気持ちいいというか、ブレがない王道な気持ちのいい集団の生き方。あ、ここでもうあーし、いった。おーし、いってまえ。上段の動きを考えれば当たっても不思議ない、不思議、危ない、危ない。しゃきたゴール。11回転7000円の投資で見事先制の大当たりをゲットしました。ちょっと6000円投資なんですけど、104回転で足りない感じなんで見直します。今度はこれなんかこれ来てから回らなくなりませんそれまで結構順調だったんですけど、返してこよう。とりあえず返したからにしよう。天竜打ってましたよね。え、当たってるし。ゼットンはちょうど最初の大当たりラウンドを消化中でした。これをはい、お返ししますわ。いや、なんかちょっとこれ来てから回らなくなったんですよ嫌われてるやんこれそうなんですよ、これもっとろくなことないんですよ。私も6000出題します、はい、先を越されてしまったカブトムシですが、まだまだ余裕の表情。引き続き上手の島を探ります。当てちゃうんだよな天竜。まあでも一発当てたところで、まあ、多分投資もかさんでますもんね、多分天竜だったら。そうでもないか、まあいいや。早速試し打ちを開始しますが、期待したほどの手応えはない様子。ノーワル無双あるかもしれないんですけど、無双打ってる自分に飽きちゃったんです。無双に飽きたっていうより無双打っている自分に飽きました。これはやめよう。2000円で29回転。マジ3台目ダメだったら上手を諦めようか、1台目戻るって頑張るかっていう感じなんですけど、でも角っこが一番引けばいい状態、引けばいい状態。戻るかな。でもなんかすごくいいムラがあったんですよ。そこで頑張って、これがちょっと懸命なのかはよくわからないですけど、当たればいいや。いやー、一番いいねで当たるか当たんないかじゃ惜しかいというかね。本当にあとはこの前半戦の間にもう一発当てときたいですね。それが取れるかどうかで全然追いたい度というか追える度というか。追って正解度が全然変わってくるんで、30発ぐらいあったんで、まあだいたい6530個ぐらいですね。はい、取れました。さあゼットンに追加点を奪われる前に反撃に出たいカブトムシは、おお風吹いた。モノクロになった。この入賞したやつです。パニックが一気にアップします。これだ。相変わらず出だし弱いぜ。コーン。綺麗は熱いですね。あ、両方落ちてきましたよ。熱い。50%くらいありませんでしたっけ。緑もう一丁。富士山高所ワーニングいけいけ。富士山で上手襲来だ。トータル71%かよ。きた。ここがポイント。よし、ちょっとでもチャンスアップあれば急に上がりますもんね。何もなくても 68% あるので、よし行こう、倒しましょう。イルミネーションのビジョンがあったら 80% くらいに一気に上がるんですけど、頼むぜ、チャンスアップ頼むぜ。68% のまんま。いきます。よっしゃー、やった取ったー、よかったー。198回転投資が12000円です。カブトムシ本日1本目、反撃のゴール。よし、あれ16ラウンド取ってません？マックスパニックボーナスって2%ですよね。16ラウンドだ、2%取りました。各返答16、あゴール2%ですよ、2%これぞミラクル。幸先の良いスタートを切りました。しかし大事なのはここからです。連チャンを伸ばすことができるでしょうか。ハラハラするからデッドアライブには行きたくないんで、100回転以内に162分の1で各辺は引いときたいんですけど、おひれきたら85% じゃなかったでしたっけ。緑保留だけどショート。やりました、カブトムシ2連チャン目のゴール。連中入賞時の大当たりは全て16ラウンド大当たりです。これで2回目のゴールよかった。どの道でも16ラウンドなんで。実戦スタートから90分、リードを失いつつある天竜おじさんですが、うわいいな。前回あたりからも早くも4発目ですね。そろそろ下段に行っていただき、あーバーライン釣りだな。はい、おおすごい、上段が結構いいですよね。これ7分の5です。当たった時も11分の5だったのかな。はい、いけよしだ、強引にいったね。ということは、まあ、さっきも言ったんですけど、ここが11分の5で、今回は7分の5です。上が結構いいんですよ。ということは下も同じぐらいとは言わないですけど、それに準ずるぐらいいい可能性が高いんで、あーいおい全然だな。マイスイス楽しい。その後持ち球を4000個強まで減らしたところで、再びライバルの様子を伺いに。おお、なんか足元に箱積んでる。しかも当たってるよな、今当たってるぞ。オッケー、おーしオッケー、保留変化ない。ちょうど今バトってる。いないいない終わったのか。ああ、これもらっていいですか。ありがとうございます。いただきます。これいらないです。これやめてください。これいらない。いや、王者の証し。それいらないです。サメを倒したユーウィン。これやると回らなくなるね。よし、これはロッカーに預けよう。これはロッカーに預けますよ。誰も望まない。さあカブトムシ、さらに連チャンを伸ばし、一気にリードを奪いたいところですが、これで100回転が終わりました。これで500分の1、19% は引いてないとは思いたいんですけど、どうでしょう。デッドアライブに行ければ各編継続。大丈夫ですか？見てました？森大丈夫か？あ、よかった。デッドアライブは転落は100回転以内には引いてませんでした。デッドアライブ。ここからは162分の1の大当たりの戦いか、500分の1の転落の戦い。ベットしないでよ、ベットしないでちょうだいよ。お、緑赤までいけば、あ、いかないか。おおお、赤テロップ8だ、偶数。でももう転落するよりはもういいや。ショート。モリー。モリーなんて全然なんか 40% くらいしかなさそうですけど、信頼度。わりました。刈り取れます？刈り取ろうよ。よかった、大丈夫でした、セーフ。エンドだと思ってからのよかった。カブトムシ4本目のゴール。165回転で16ラウンドは取れました。大ピンチを切り抜け大当たり。ジョーズパニック継続です。そしてどうやらこれで逆転に成功した模様です。実戦スタートから2時間が経過しました。劣勢に陥った天竜おじさん、そろそろ追加点が欲しいところ。いいなあ、はい、いい動きしたわ今の。やっぱ上段はいいっすね、見てて安心というかね。もうなんかああ今の手前に来そうみたいな動きしてましたもんね。問題はここっすよ、もう気がつけばもう10個目よ。おい来た、よし10分の2。いや頼む、ここそろそろ決まるわマジ。この辺で決まっといていただきたい。頼む頼む、お願いします。おーい、よしゴール。16の10の3ですね、お助け一度。なかなかいい感じのようです。もちろんこれでリードを奪い返しました。あ、いい寄せ出ました、ゴール。よし、さてそんな中カブトムシはダメか、転落。エンドで終わっちゃいました。まあ、1万ポイントはいきましたが500分の1引いたんだ。終わりました。多分ね、弾は1万発ないんですけど、多分9000発くらいはあります。1箱2000発ちょい入るんで4箱ちょっとで、恐ろしいのが大木さんを見に行きたいと思います。大木さん終わりました。私はいないんですけど8回当ててる。8回当ててますよね。8回当ててますよね。4万8000発？違いますよ。初当たりが2回ということです。あ、呪いじゃない、トラウマ再びです。朝からだってこれ打てますよね。あ、2回当ててるか。あ、天竜打たないか分かんなかった。2回当ててるのか。焦った。そっか、4セット。4セットってことは2回当ててる。じゃあ予想と一緒ですね。2回当てて1万2000発持ってる。でも2回目当てるのにも多分きっと出玉使ってるはずなので、どんなもんですかね。どうしようかな。あ、でも回るんで上手、回ってたら最終20はあったんで上手かな。さてトイレ休憩から戻り、実戦再開の天竜おじさん、前半戦もう一発決めることができればだいぶ楽な展開になりそうですが、動きはあんまりよろしくないんだけど、それでも入っちゃうもんね。1段目は力技で、ほい、まあ、力技っていうほどでもなかったですけどね。まあ大技じゃないけど、まああれも一つの結構手前に来るパターンですよね。本田がここ8分の3っす。危ない、ういった、おいね、悪くないですね。さあこれがぶっ刺されば1万発以上のプラス。決まってしまえ、決まってしまう。ゴール。いやー気持ちいいわ。やりましたゼットン。わずか8回転で3回目の初当たりをゲットです。ありがとうございます。さああと前半に30分ですね。そしてちょっと気が早いですけど、私もしこのシリーズで優勝したら天竜を開発した人を招待して、あと天竜好きのファンの方を招待してパーティーやります。賞金で賞金10万で20人ぐらい呼んでパーティーしましょう。ハーフタイム。はい、ここで前半戦終了なんですけれども、上手ドル箱で今21個くらいおそらく回っている感じなので、で残り3箱あるんですが、ちょっと大木さんが天竜3回8当たり引いているようで、なのでちょっと厳しい状態、今は現状負けているんですが、くれるかな、一撃確変引ければ16ラウンド引ければまだ望みはあるかなという感じで、後半も上手でいきたいと思います。はい、前半戦終了ということで、まさかね、天竜で3発も当たりが取れると思ってなくて、ただ少なくとも1発以上は好きだと思うんで、ただとはいえマイナスの台ではないと思われるので、後半戦も引き続きこちらで打って、はい、楽しいパチンコを満喫しながらカブちゃんを撃破したいと思います。お疲れ様でした。スタートから3時間半きっちりハーフタイムで前半戦終了。カブトムシが一時は逆転に成功したものの、ゼットンが天竜で初当たり3回優位に立っています。はいはい、前半戦が終了ということで、お疲れ様でした。危ない危ない俺正直女性ライター、女性あんま苦手はいないのよ。でもカブちゃんだからね、多分巻き越してると思うんだよね、確か。なんか多分大木さんの結構ゼフ調の珍しいゼフ調の時に出くわすことが多くて、いやそんなことない、俺すげえ覚えてるのが古い北斗があって、でカブちゃんが北斗逆転とか言って、俺プラスで余裕ぶちかましてカブちゃんの横で打った瞬間、カブちゃんが当てるみたいなのがあって、あの辺からちょっと俺苦手意識がついてるんだけど、でも私もですよ、なんか午前中に3万発くらい出されたことあったんですよ、ルパンかなんかで。なんでちょっとそこのトラウマ勝負みたいなところがあります。でも現状は今回に関しては私がちょっと尖ってるのかなですか。はい、3回ですもんね。3回当たっちゃいました。はい、カブちゃんは後半はどうするの？あれ引き続き上手。そうですね、上手ボーダー付近なんで、超えてはないんですけど。超えてないんだよね。生そうか。あれでもどんぐらい出んの？16ラウンド右打ち各辺は全部16ラウンドなんで、引ければ通常もちょっとあるんだよね。通常も 15% あるんですけど、そこを引かないと転落引かない限りっていう感じなんで。まあでもそうだね、1、2万発は平気で一撃いくもんね、最近の台も。なるほど、怖いな。そこで狙いたいなって思うんですけど。怖いけど私も多分相変わらずというか、しぶとく天竜で粘ろうと思ってるんで。後半も天竜ですか？すいません、バカの一つもみたいですいません。前半3回も当たってる天竜ちょっと怖いんですけど、でも運だから、全然どうなるか分かんないです。全然分かんないです。はい、じゃあちょっといい方にはい、カブちゃんもいっぱい当ててお互い当ててね、乱打戦みたいな出玉勝負いい出玉勝負しましょう。お願いします。次回のサイトセブンカップは1回戦第3試合、カブトムシユカリ VS ゼットン大木の後半戦、ホールに迷いた虫の妖精と黄昏の天竜おじさん、本日パチンコバトル、衝撃の結末を Don't miss it!豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信「ういちとひかるの面白いテレビ」、毎週木曜配信「魚拓となるせの土とすっぽんぽん」、毎週金曜配信「どうにか貧乏家族」、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも不定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。サイトセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけ、トーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカープ33回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第3試合、カブトムシゆかり vs ゼットン大木の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは天竜からスタートしたゼットンでした。上段の動きを考えれば当たっても不思議ない。不思議、危ない、危ました。来たぞすいただきました。7000円。しかしすかさずカブトムシが上手で反撃に出ます。いきます、よっしゃー、やった、よし。そしてこれがまさかの、あれ16ラウンド取ってません？マックスパニックボーナスって 2% ですよね。え、16ラウンドだ、 2% 取りました。各変動16、あ、ゴールあー、こばんでいいですか？ありがとうございます、いただきます。これいらないです、これやめてくださいこれいらないです。いや、王者の証じゃん。それいらないですサメを倒したユーウィン、これやると回らなくなるねその後カブトムシに逆転されてしまった初代永世チャンピオンでしたが、おーい、よし、気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい、あー、気持ちよかった、あざっす。これがぶっ刺されば1万発以上のプラス。決まってしまう。あざす。いやー、気持ちいいわ。計3回の初当たりをゲットし、再びカブトムシを引き離しました。スタートから3時間半、きっちりハーフタイムで前半戦終了。カブトムシが一時は逆転に成功したものの、ゼットンが天竜で初当たり3回、優位に立っています。今回戦いの舞台となるのは東京都港区のゴードン品川店。 JR 品川駅高輪口より徒歩30秒のところにあります。パチンコの設置台数は350台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ1回戦第3試合後半戦、結果はい、後半戦が始まりますが、後半も引き続き上手でいきたいと思います。ちょっと後半は大木さんにお手柔らかにお願いしたいなっていうので、大木さんがまだ後半も2回だとしたら、あ、もう3回当たってるのか、2回出しますはい、後半戦、前半戦だけでプラス1万発以上定まを残してた天竜なんですけど、まあ、後半戦もね、そのペースでいけば2万発なんですけど、そんなに甘くないってことはまあ一応分かってるんで、まあ、とにかくこのプラスを少しでも増やせる、はい、丁寧にしっかり打っていこうと思います。さあ前半戦はすこぶる好調だったゼットンですが、だからといって安心できないのが天竜。まずは一発早めにぶち込んでおきたいところですが、7個目ですね。後半3つ目かな。うわー、縦の動きしてる。うわ、いってもいった。7の2、後半が3の1ですね。いや、キモンよ、キモンよ。うわ、知った。すごいイレギュラーな感じだったな。力技でいった。これ刺さるとすごい。いやー、これが入るともう今日の勝ち確っすね。ゴールしてくれ、仕掛けだー。全然ダメだ。さあ現在劣勢のカブトムシ、持ち玉があるうちに何とかしたいところ。あー、魚でかいですよ。タイでサメを釣る。これ見よ。タイでサメ釣ります。引き出し。お、赤目柄で、お、ある赤ちゃんスメ。ヘイ、タイで釣ろう。虹なしで SP。 あ、ここで拾うのか。虹さん、金までいけば 92% なんですけど、ちょっとゾーンとか他のものを絡みたい。あ、一気に虹さんいた。飛ばしたな、虹にを。じゃあもう一声、もう一声。ピーチライン緑、ここであれー、うわー不安な、ちょっと赤保留。いや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 、おお、この辺りも怪しいの。まあまあちょっと出玉も飲まれてきてる頃なので入ってくる。これもう一個いきたい。おしよし、いったいったいった。よし、さっきここで止まっちゃった赤保留だったんですけど、これで最後までいきました。よし、マックスマックス。水ないのに来るの？何色？おし、赤、赤、金とかトラじゃないけどレバーでいける？レバー、よ、いやー、いけます。うわー、ダメだった。もったいない、ダメだー。赤保留目 56%、 いい方のなんか赤保留だったんですけど、あっても良かったんじゃないですか。出玉が一番まず終わっちゃいましたね。しょうがないですよね。どうぞポン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 当たっていかないんで。おい、いた。そう、上段はね、ちょっと危ないと思っても結構耐えてくれるんですけど、問題5号室、本当に問題児。11分の2。危ないって、それ置いていた。よしよし、頼む。おこけの顔も3度まで、3度目の正直、ぶっ刺されぶっ刺され、ここよし、ゴール。24回転で本日4回目の初当たり。これでトータル9分の4ですね。で、その1回分の6500個を打ち切る前に全部次の当たりが引けてるんで、いいっすよね。これはもう打ち切ります。これさあ、後半戦も先を越されてしまったカブトムシですが、粘って粘って、まだ粘ってよ。虹さんまでよ、ホリアップ。ああ、虹さん、とある5をダンスアップパターンじゃないですか。全然、あ、折れた。あ、ゲージパニック。これボタン赤かったら 50% 超えます。ボタンの色が勝負。引き続けるの方が赤までいって、ゴール。561回転、持ち球して当たりました。ああ、561、まあまあですけど。上手ボーナス、確変入れよう。確変突入率は 51%。 さあ果たして。はい、打ち込みましょう。確変来い、確変引き続けるぜ。緑だけどもいきます。あー、いったー、9取ったー。はあ、よかった、粘ってよかった。はい、前半戦から数えて4回目の朝体ですね。でこれでもう間違いなくやることが2つ、かぶちゃんが10箱までですね、出してても当てなくて大丈夫。あとこのままこの後の上り1時間以上当たらなくても5000発以上のプラスアップも確定しました。16425発、ありがとうございます。じゃあちょっと席立ったついでにかぶちゃんの様子を見に行きましょう。当たっとる、遠目からでも分かりますね、当たっとる。でも箱はそんなに増えてないのか。4連してます。おっと、テロップが赤かったです、ミドルロングじゃないけどマシンガンがいきます。いったれいったれいったれ、もういっちゃい、よいしょ。強いな、かぶちゃん。そうなんですよ。強いですけど、今のリーチ外れで転落してる可能性ありますかね。やめてください。いや、大丈夫です踏ん張りますタイムリミットまで残り2時間となりました。まだ余裕があるうちに追加点が欲しいゼットンですが、ぐい、全然回んないというか抜けないですね。クルーに行かない。5000で0個あるぞこれ。初めてですね、長いこと手に打ってきたけど5000で1個もクリーンにいかないって初めてですよ。うわー、きつい。ここに来て大失速の天竜おじさん、渋い表情で、しかしそれでも辛抱強く球を打ち込みます。4の2、楽しい動きをして、楽しい動きをして、悪くない、よし、ね、綺麗な円を描いてる。よし、ゴール。4の2の1の1です。あざっす。抜けの悪さをカバーするかのようにわずか4回転で大当たりゲットです。さてそんな中、連チャンを6に伸ばしていたカブトムシですが、このしんどい時間がやってきた。モリー、転落してたか。あ、終わった。6連ですね。いい戦いだった。また1万ポイント超えはしました。いやー、なんかね、2万発くらい出しちゃえば安心だったんですけど、これで多分総出玉が700、1万3000発くらいあります。ちょっと大きさ次第で、とりあえず7箱あって、大きさはちょっと手玉隠すから、この辺から来れば大丈夫なんじゃないかと思います。ゼットンは19回目の大当たりを消化中でした。やばい、カビちゃんがこないだ19000発持ってる。いや、カビちゃんが連チャンしてたから、カビちゃんがいっぱい連チャンしてたから、僕もちょっと当たっちゃいました。落ちすぎですよ。見えた？これ終盤ですか？これもうラウンド終盤ですか？何？ラウンド終わりますか？まだ終わり終わり終わり。ゴール！2万発か。頭を抱えるカブトムシ。マジで。あ、もう。さすがにショックを隠しきれません。もう一山出すしかないですね。あんだけ出したのにダメなのか。でもやっぱちょっと天竜追いかけても追いかけてもやられちまいますね。終わった時にどうなってるかわかんないですけど、現状2万発突破しましたね、玉が。はい。いやー、素晴らしい。さあ、ここでさらに畳みかけ、勝利の2文字をぐっと引き寄せたい天竜おじさんは。いいね、いい極数。これで5の4ですね。ここまではいいんだよね。ここまではいいんだけど、この辺りから、いや悪くない悪くない悪くない。ほら、よしよしよし。5の4の1。もしこれがぶっ刺されば、もう2万発以上のプラ確定ですね。で、先日エロ君が塗り替えたっていうね、歴代トップのサダマウスだ狙い。うわー、それはないか、さすがに。いいですいいです。5の4の1。はい。なんですけれども、ゼットンさん2万発差が、出玉の差が7000発あって、でも投資の差があって8000発くらいか、もうちょいか、もう一撃万発超えしたらゼットンさん当たってない場合追い越せるということで、とにかく初当たりを目指して頑張りたいと思います。結構当ててる方なんだけどな、上手、うまいことやってる方なんですけど、どうもなかなか。はい、あと1時間あっという間に。でもね、20回当たって初当たり5回というので、もう十分じゃ十分なんですよ。もう万発以上のプラスはもう約束されてるんで。ただまあ、勝利を確実なものにするためにね、もう1回できればもう一発当てていただきたいですね。はい。でもし負けないでも文句は言えないというかね、はい、勝負を決めるゴールを目指しましょう。その後両者に動きのないまま、あっという間に残り30分を切りました。当てなきゃ負けのカブトムシ、そろそろ何とかしたいところ。釣れるかな。長め。遠くの入って23秒後に何があるかな。23かな。23か。ステージを昇格される。もうストーブなんで、構造とかまで。あ、赤い。赤保留か。ネクストです。56% まで上がりました。ちょっと時間的にそろそろ引きたい。レバーが出てきた。ムービーが入りました。いけるかな。これも落ちて、赤ビジョンと赤保留。いや、赤保留3回目なんで 56% なんで、そろそろちょっと取りたいです。この辺でお、長い。もう一丁。うわ、もったいない。あれ、トラいける。あっ、一本当たった。残り20分のバモス。これぞ執念のゴール。確変入れます。ただね、まくれます。ジョーズパニック終了後212回転で大当たり。さあ、しかしここからです。確変突入なるでしょうか。残念ながら確変昇格はならず、さあならば100回転の時短中に引き戻すしかありません。赤だよ鳥。しかも一撃でうわー、でもまだミドルがいるんで、ここ取りましょう。おはようございます。見事引き戻しのゴール。いった。今日は上手が強い。時短突入後わずか8回転、鮮やかに、そしていとも簡単に引き戻したカブトムシ。さあしかしもちろん次の大当たりが保証されているわけではありません。転落抽選に当選していれば連鎖は100回転で終わってしまいます。ドキドキのジャッジメントは果たして。ああ、遅い。ああ、危ない。よかった。ピンチを切り抜けたカブトムシ、確変状態確定のデッドアライブに突入です。森だ。いや頼む。あー、キャー、足りない。残念ながら転落抽選に当選してしまったようです。2520、最後もなかったです。残りの電柱で当たることを願います。まあでもあと4分打てるんで4分打ちます4分で当たるかもしれない。最後の最後までネバーギブアップ。人一倍負けず嫌いなカブトムシですが、タイムアップ。そしてなんとゼットンは25回転で本日6回目の初当たりをゲットしていました。天竜おじさん、勝利の V サインです。前後半3回ずつの初当たりと天竜の優秀台をつかんだゼットン、上手で懸命の追い上げを見せたカブトムシをゴール前で引き離し快勝を収めています。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。あぶちゃん、何残り30分来て当たったらしいじゃんね。やってましたよ最後。危な。いやでも私見に行くたびに大木さんが当てるから、はい、まあなんか一回ちょっとどっかでこう追い越したい気持ちがすごいあったんですよ。危ない。その粘り当てです。いや素晴らしい。でも自分でも本当に最後5分切って当たってあれがなかったら結構わかんないぐらいの熱戦だと思われるんで。いい感じでした。いやでも2回までってちょっとお願いしたつもりだったんですけど。でもねやっぱり、ね、ここはねだって。天竜が好きでたまんないのよ。カブちゃんが今日上手打ったのは、はい、無双の絵がちょっと飽きたかなっていう程度の上手でしょ。そうです。愛が違うからそこはもう愛ないですもん上手にでしょ。いや愛ないで1万発でもらったんだからもうねもうしちゃダメですよ。今度じゃあ愛持った3万発くらい出ますかね。やっぱり大事ですか。出しましょう。わかんないですけど天竜は機械じゃないんで、はい、AI なんで心が通じるんでシリさんみたいわかりました、はい、ちょっと愛を持ってそうですね打ちます。これででも多分カブちゃんとは2勝2敗に多分なったと思うんで、はい、じゃあちょっとようやくカブちゃんに追いつけましたんで。でも今回、はい、ちょっと私はトラウマをまたさらにやっぱだって1万3000発出したんですけどそれ出しても負けるんだみたいな。いやでもちゃんと出してるからすごいじゃんね、うん、素晴らしいと思いますよ本当にカブちゃんは。まあよかったら天竜もぜひ打ってみてください。愛を持って頑張ります。めっちゃ楽しいですあれ本当に。天竜への愛ずっと言ってたんですけど優勝したら開発者を呼んであと天竜好きのファンを集めてどっか貸し切ってわっしょいって賞金でやると思ってますんでぜひ来てくださいね。天竜好きの皆さん楽しみにしてください。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第3試合はゼットン大木がカブトムシゆかりを下し5大会ぶりの準決勝進出を決めています。はい、なんとかですね天竜のおかげで、勝ち上がることができました。あと優勝まで2つですね。で次が、鶴子ちゃんか現チャンピオンのロギーね足尾君ということでいやどっちもでかいだろうということで私次の準決勝までにしっかり飯食って相撲でもパチンコでも負けないようにね体を作ってきます。あとジャケット持ってきますんで2人どっちか来てもちゃんと切れるかどうか確かめてみましょうね。ということで準決勝の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。次回のサイチセブンカップは1回戦第4試合鶴子 vs 足呂義人の前半戦初出場必勝本の秘密兵器が前大会のチャンピオンに挑むエンゲル係数絶頂バトル。